ジャン君、もう少し開けてあげたら、もうちょっとこっちに寄ると、ポンちゃんがもう少し体が乗れるよ。どうしようかね。なんかニュースではさ、電力不足。今のうちは大丈夫か。電力ってさ、そう、だんだん減ってくるけど、今は大丈夫なんだよね、きっとね。今から節電しても意味がないんだよね。あとね、ペット用のはすごくね、少ないよ少うなない？ことが書いてあったと思うんだけど。これをどうするかなんだよな。iMac、なんか挟まって動かない。ここをちょっと掃除しよ持ってくる？置いてみう。る？見てみここ下の辺小さくて。よう。まあ勉強の時だけだから、その時はまた移動させるわ。今使って多分るのサイと。ズは一緒だね。ただ、これがね、この段差がやばいか。バキッていくかな。こうやっといたら、まあ、とりあえずこうやってみようか。ここに乗るとこちょっとこうなるけど少し下でどうしようかこれさ、な。動く？まあやってみます。はい、電源入りましたよ。最初は微熱からやれっていうことなので、こういうことになります。まだね、もっとものすごい冬寒くなったら困るじゃん。そしたら今日のことすればね。そして、11W って書いてある。まあ軽いもんやね。MacBook をどっかに立てとこ立てていいの？う。これはまあ後で考えましょう。今日はどうせ歌も歌う日なので、ここの整理をまたして。気づいてないね。はそこが高いってね。い。じゃあ、こっち踏まないようにね。そうなんだよね。それが問題だよね。って言われても分かんないもんな。どうしようかな。ここに支えの何かを今一旦入れるか。箱みたいなやつを。いいんちゃうか。これは楽器用のパーツが入ってるじゃあ乗ってる時開けられなくなるけど平気？やつ。まあ今んとこね。まずはあったかいっていうのを気づいてもらわないと。ちょっと短いね、やっそうだね。それって長くできないのかぱり。これ引っ張れるのかと思ったら、そういうふうな作りではなかった。多分ね、ワンちゃんとかニャンコちゃんが噛まないようになっそういうてこるんだとと思か。うんだね。じゃあまた後で考えます。ポンちゃこれってさ、時々さ、交換できたりするやつもあるのね。これがほら、ダメになったら、ああ、そういうこと。そのワンちゃんとか噛んじゃってとか、外せんのかなと思ったけど、結構外せなさそうなんだよな。もうちょっと立たないとあれかな。さあ、そのうち気づくでしょそれか、高温の方にする？こっち。う。いや、いいな。なんとなく気づくでしょう。はい、それじゃあねー。いい感じです。ジャン君が興味を持ってくれました。なんかあったかいかも。前の方来ないでね、固ってなっちゃうからね。その辺いいですよ。はい、L 字型にぬくぬくポジション取りました。
はい、行こう。行こう行こう。そのうちもうちょっとね、いい感じにするからね。ただここに座ると、ライブの準備ができませんが。まあじゃあこの状態でできるようにしましょうか。じゃんくん。夜のブラシ。こっちだった。